はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。アップデートでおしゃれさんが出にくくなった気がするんだけども、どうなんでしょうかということですね。昨日、もしくは今日の朝かな、アップデートがあってバージョン 1.01 に変わったんですよね。で、まだやってないんですけども、おしゃれさんが出にくくなったってなると、ちょっと問題ありですね。はい。ちょっと今日は検証してみましょう。今ちょうど朝にしました。で、朝から夜になるまでに何体ぐらい出てくるのか調べてみましょう。今日調べるのはエメキンですね。エメラルドキング。ここで、厳選できますので、ちょっと探してみましょう。これ、本当にね、出現率が変わったっていうならば、これは問題だね。で、確かエメラルドキングは日中で間違いないと思うんだよね。大丈夫だよな。うんうん。まあ、とりあえず、ここで見ていきましょう。あ、やり出してすぐぐらいで、左側、こっち側。キングスライムの、なんかバイキングの帽子のやつは出ましたね。キングスライムが出るってことは、まあ、エメラルドキング、あ、キングエメラルドだ。名前間違えてたな。もう出るでしょう。うん。キングスライムはとりあえず出ました。ちょっとエメラルドの方も探してみましょう。エメラルドはまだ一度も出てませんね。また出ましたけども、また同じくキングスライムの方のバイキング帽ですね。これバイキングじゃなくて違う帽子の方もちょっと欲しいんだよなぁ。あ、次は下のとこですね。下のところにも出たけども、こっちもキングスライムだな。エメラルドの方が、なかなか出てきませんね。そろそろ、ちょっと、半分ぐらい過ぎそうだぞ。出た !1 個出た。あ、しかもバイキング帽の、赤い感じか。え、こいつずっと赤だったっけ？覚えてない。まあ、とりあえず、最初のね、キングエメラルドの、おしゃれさんですね。あ、しかも、眉毛が違う。うん、上級おしゃれさんが出ましたね。はいはいはい。でももう、結構経ってるな。オッケー、もう少し厳選をしてみましょう。あ、また出ました。キングスライムのバイキング帽。いや、結構出るよ。出る出る。おしゃれさん別に出なくなったわけではなさそうだね。うん。まあ、エメラルドの方がもう少し出てきてくれれば、いいんだけども、どうでしょうか。あ、また来た、また来た。うん。キングスライムの方だけどね。キングスライムの方だけども、また出ました。あ、また出たね。下がバイキング帽になってますね。うん。で、今ちょうど半分ですね。15分経ちました。意外と出てきたよね。意外とたくさん出てきたと思います。あ、出た！またすぐ出た！キングエメラルドの、バイキング帽の青の方。うん。これはよく出るタイプのやつだな。オッケー。まあ、とりあえず、キングエメラルドが、2体だね。2体出てきました。まあ、もう少し、あと10分ちょっとかな。12、3分でしょうね。ありますので、厳選してみましょう。おー、久しぶり出た。久しぶり出た。あのね、真ん中過ぎてから、急に出なくなったんだよね。真ん中過ぎてから。なんで、この時間帯によっても、ちょっと変わってくるのかな？太陽のマークが真ん中に行くまで、左から真ん中に行くまでは、結構出たんですけども、真ん中から右に行くまでが、なんか出なかったな。1体しか見てないですね。キングスライムも出てない。もうちょっと見てみますか？あ、出た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 。また出た。あ、別に、うん。関係なさそうだな。関係なく、普通に出るっぽいですね。あ、これは、あれだ、眉毛まである。いいやつだ。うん。
やっぱ時間が関係あるかなと思いきや、別に関係、あ、逃げられた。関係はなさそうですね。おそらく今からが夜ですね。夜。一応夜の間も、出るのかどうか、そういうのも試してみましょう。以前はね、多分朝は朝しか出ないやつとか、夜は出ないやつとか、そういうのがいたんだけども、そこは変わってるんでしょうか。まあまあ、朝になるまでちょっと厳選をしてみましょう。夜も真ん中を過ぎましたけども、夜は出ないね。うん、一度も出ません。うん、やっぱ前もそうだったんだよね。朝だけで夜は出ないっていうのだったんで、これも変わってないのかな。うん、やっぱり相変わらず夜は出ないっぽいね。一応朝方まで、やってみますね。そろそろ夜が終わりますけども、出ないね。うん。あ、やっぱね、うんうん。間違いないよ。夜出ないおしゃれさんっていうのは、いる。まあ、夜しか出ないやつもいるかもしれないけどね。うん。まあ、このキングエメラルドとナイトファイラスは、夜はおしゃれさんはもう出ない。これ確定かもしんない。うん。もう夜の間4回目か5回目なんで、やるのが。うん、間違いなく夜は出ないと思います。おしゃれさんは昼間にしか出ない。うん、間違いないね。夜が終わりました。うん、朝になりましたね。夜の間は一体も出ず。うん。ですね。これはもう間違いないと思う。夜は出ない。はい。ではですね。戻って今日出たやつをちょっと見てみましょうかね。いいやつは出てるかな？どんなやつが出てるでしょうか？特技5つ持ちだったら嬉しい。この赤いヒゲつき、あ、ヒゲじゃないや、眉毛だ。ついてるやつ、金色だ。金か。というと弱いでしょ。あー、回復がない。うん、まあ奇跡の拳ついてるのはいいんだけども、あ、いやいや、よくないわ。おー、赤い冠だからね、ちょっと期待したんだけども、よろしくなかった。こっちは、あー、ついてない。うん。回復が、あ、こっちはある。うんうんうん。こいつは持ってるね。ベホマズも覚えるので、まあいいでしょう。そうか。オッケーオッケー。はい。じゃあこっちはだけをね、仲間にしようかな。奇跡の拳とミラーボディ。まあまあ、いいんじゃないですかね。他に何か利用しますか？はい。ということで今日はコメントありがとうございます。バージョン 1.01 になって、おしゃれさん厳選してみたんだけども、俺のやった感じでは変わらずですね。うん。前とそんなに変わらないぐらい、おしゃれさんは、出ると思います。うん。そこは多分変わってないんじゃないかな。はい。まあ、とりあえずまた何か変化がありましたら、放送しますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。